リスナーのあなたに参加していただく大喜利コーナー「少子が採点略して笑点」紹介したものには少子さんが5段階で採点します下から波1点梅2点竹3点松4点そして三階松は5点ですでは今日のお題です今日7月28日月は 何やろうの語呂合わせから自由研究の日そこで皆さんも金サイト的自由研究を考えてみてくださいまず水木さんが夏休みの自由研究何やろうと聞きますので金サイト的自由研究の内容を教えてくださいではご紹介をしてまいりましょう、はい、はい、まずこちらはあ長崎県のカルボンさんです夏休みの自由研究何やろう 三街松をもらっている投稿はどこが違うのか <laughs> <laughs> いや研究してみてくださいうんもうそんな数出してないからね階末はそうですよ、うん、過去何回ぐらいですかいやもうほんと多分、えー、僕が出したのは、ね、あも,うもう多分そう,うあのね相場くんが乱発したのでねあれですけども <laughs>、はいえー、ぜひねこれじゃ、はい 考えてみてくださいね。竹差し上げます。自由研究、はい、はい、続きましてです。えー、こちらは八女市のいさおさんです。夏休みの自由研究、何やろう。ビッグモータース前社長と河野デジタル大臣は責任転嫁。どちらが勝ち。<laughs> <laughs> すごいね。厳しいね。<laughs> ああ、ね。ね 本当にまあビッグモーターも知らなかった、通したもんね、いくら、ね、本当に知らなかった、ね、いや、知らなかったとしても、辞任したからといってね、そうそうね株主は辞めないわけだからね。はいということで、デジタル大臣もあれだよね、デジタル大臣と、あのなんだっけ、古上位っていうのの、はい、デジタル庁にあの審査に入る古上位の。 もさんんなだよねデジタル腸の腸も河野さんで湖上院の腸も河野さんなんだよねだ意味ないですよねそれじゃどういうことそれってことだよね全然チェック機能ならないですね差し上いですね続きまして、えー、あ先ほどね、あのー、パセリカレーで爽やかやった、はいえー、福寿司のりぴよさんです、はい、もう爽やかになってますからどういう作品でしょう夏休みの自由研究何やろう パパが綺麗なお姉さんのビデオを見ているとき、どのシーンで生つば飲むかの研究。<laughs> 全然爽やかじゃねえし。<laughs> パセリカレー食べた意味なかったんじゃないこれ、オリピオさん。<laughs> どんな爽やかかと思ったら全然爽やかじゃねえし。<laughs> はい、じゃこれも竹を差し上げましょう。はい竹です続きまして、はいえー、こちらは、はいえー、遊び人の銀さんです。 夏休みの自由研究何やろう柏原と坂木バラなぜ言い間違えるのかああ<ー>柏原坂木バラ間違えるかな<さ>柏原坂木バラこれあれだよねあの萩田さんと小木田さん間違えるよね<ー>萩と小木は字が似てるからね えー、はいじゃあこれも竹を差し上げましょう、はい、続きまして、えー、こちらは後市のの出がらし文次郎さんです夏休みの自由研究何やろうお風呂でシャンプーのあら泡を洗い落としているお父さんの頭にシャンプー液を垂らしておかしいと気づくまで何秒かかるかを調べる <laughs> 同様に同様に おじいちゃんも調べる <laughs>。お父さんとおじいちゃんじゃちょっと反応が違うかもしれない <laughs> おじ,おじいちゃんのがちょっと時間かかるのかな,かかるかなっていう感じでねあるよねあの確かにあの人がさあの合宿とか行った時とかさ、はい、シャンプーしてるかずっと上からシャンプー液垂らしてると何かずーっと泡がものすごいことになっちゃうなってるねありますけどもね,、はいえー、じゃあはねかわいいゃたぞかわいいこれじゃ松差し上げましょう、はい、さあ、えー、続きまして、えー、いきましょう今度はですねえー、っとはい えー「コンバットやる気満々さん」は今週のお題難しいですねおうおう皆さんすごいなでも参加しないのも寂しいので一つだけ考えましたありがとうございます夏休みの自由研究何やろうサインの練習あサインといってもお中元受け取る方のね<う>練習だけして届くのがゼロだったら大受けなのですがうーんねえはいえー<タッ> 考えてくれました。はい、はい、ありがとうございます。えー、たくさん届くというすね、はい。読んだだけにしときます。<laughs> ね、<laughs> すみません。考えてくれたんでね。ありがとうございます。<laughs> 本当にね、えー。それではこちらはえっ、ー、とですね。はい。ええー、もうこれねあれなんですよ。ビッグモーターネタばかりになってるんです、ね、よ、うん。そうですか。じじみんなやっぱりにに、ね、パクトがやっぱ強いからね。うんビッグモーターね。はい、えー、はいじゃあこちら。 熊本県はったりよしおさんです夏休みの自由研究何やろう少子が採点点略して焦点の傾向と対策 <laughs> <laughs> 受験みたいぜひ,ぜひ頑張って傾向と対策があるはずですから <laughs>、うんね、はい、はいはい、じゃあこれも竹を差し上げましょうさあ,あ続きまして、えー、こちらはえー、っとですね <laughs> えー、下関市黒井野っ達さんはあ先週メッセージウィークエンダーで採用され感謝感激ということでありがとうございます、えー、黒井野っ達さんの作品夏休みの自由研究何やろう岸田総理の息子と ビッグモーターの息子のバカ息子と比べ、<laughs> 厳しい <laughs> ね。世間はそう見てますよ。そうですよね。竹、はい、差し上げましょう。はい、えー。続きまして、えー、こちら勝負パンツはブリーフさんは名古屋市の方です。夏休みの自由研究何やろう。お母さんにバレないように二十四時間耐久ゲーム。 見つかるよお母さんにすぐそれは24時間やり続けるのは難しいかもしれない、うん、もう一つあります、はい、夏休みの自由研究何やろうおじいちゃんのお墓をデコって可愛くするは可愛いってお墓いろいろ, <laughs> いろ,いろ装飾者デコっちゃうんだ <laughs> きキラキラするビーズみたいなものをそんなにつけたりとかさはぁ<ー>もうあれだよなるほどおじいちゃんびっくりするよあのお盆に <laughs> な、な、これうちの墓これみたいなそうです目立ってこ,ここうちの墓みたいな <laughs> はいえーねじゃこれデコって松差し上げますはいお墓をねデコっちゃいますはい続きましていきますよえーこちらは、えー、福津市の朝風四号さんですねはい、はい 夏休みの自由研究、何やろう。七月三十日土曜の牛の日、町内の家庭のうなぎ率。<laughs> <laughs> いやいや、どこもうなぎ食ってた限らないからね。そうですよね。ののね食べたいですけど。もう一つあります。うん、夏休みの自由研究、何やろう。町内の人のマイナンバーカードの返納率。<laughs> これ町内ばっかり調べてる。<laughs> でも気になる割で、ね、確かに返納率上がってるかもしれないね,ね、はいえー、前はこう普及率だったらね、はい、返納率調べた方がいいかもしれないですけどねはいこれもう竹を差し上げます町内っていうのがいいよね <laughs> はい、えー、こちら、えー、愛知県のエロゴルファー猿さんです夏休みの自由研究何やろう自由研究テーマはズバリ立川少子 早速ですが、研究のため、ニュース落語ツー送ってくださいって。<laughs> 買えよ。<laughs> 送ってくださいじゃない。<laughs> 買ってください。ぜひ。はい。ご購入をお願、はいいたします。お願いします。ます買えばわかるかも。えー、<laughs> そうそう。もう一つありますよ。はい。夏休みの自由研究、何やろう。見て見ぬふりできぬものをテーマに。うん、朝鮮半島と。芸能事務所の。 北側を研究します。なるほど。北側,北側、朝鮮半島の北側と。えー、なるほどね、えー。もう一つあります。はい。夏休みの自由研究何やろう。バレない車の壊し方。みんなね思ってんだよね。いや衝撃でしたもん。ひどいもんね。ね。靴下にゴルボール入れて、傷つけ込ませるって。 そこまでしかも社長がゴルフをやる人への冒涜ですってゴルフボールへの敬愛の念を記者会見で言ってたもんねいや違うでしょうって違うボゴルフボールのことをかばうんじゃないんじゃないって話だけどねはい続きましてですはい、えー、こちらはあ歌バーバさんは大牟田市の方 夏休みの自由研究何やろうパパのいびきを録音して切り張りしてメロディーを作ってみるなんかこれできそうよね今の子たちだったらもう簡単にそういうなに、うん、音をつなげるようなアプリとかいろいろあるでしょう。ねえで編集を、うん、編集してこれであの楽曲を作っちゃったりするんですよこれなんか <laughs> いもう今どきの子だったらやりかねない,いうねそうですねなんかこうあの DJ 風味、うん、そうそう <laughs> <laughs> いいねちょっともう一回やってど,どんな感じ,な感じ <laughs> いや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 が入ったらダメよ今最初全然ノリノリで照れてなかったじゃんあれやってほしかった <laughs> はいでもあの水木さんがノリノリなんで「つ差し上げます <laughs> はいえー続きましてです、はい、えー今度はえーこちらねえー、っとはいえー七色インコさんは現在四十八点です夏休みの自由研究何やろう密室で父のカレー臭にどれだけの時間耐えられるか <noise> <noise> かわいそうなお父さん <laughs> そんな研究されてもなぁねえ、うん、知らずにずっと一緒にいてくれて嬉しいなぁなんて思ってたりして、ねはい、じゃあこれのお父さん <laughs> かわいそう竹竹お差し上げますはい、はい、おこれだあ,あそうだ忘れてた <laughs> おめでとうございます 今俺一瞬なんで花火が打ち上がってるんだろうって思っちゃった。二 <laughs> <で>つ目昇進ですねナイルインコさんおめでとうございます。いやお父さんかわいそうの方の気持ちがいっちゃったからナイルインコさんの、ね、はいあの二つ目昇進で、はいセンスねサインしてお送りしますのでおめでとうございます。はい、お父さん泣かせた会話。本当本当はいおめでとうございます。<laughs> さて、えー、今週ね、えー、ここまで来ましたけど、はい、月末はですねえっ、ー、とー。 名人戦といいううののをやるっていうのを先週告知してなかったんですよねでもこれ月に1回ね 1>, 1回だけ<の>で前回プレミアム名人戦やった時は水木さんがちょっとお休みしてたので水木さんにとってはプレミアム名人戦初めてになるんですよねはいそうですプレミアム名人戦をお届けしたいと思います毎月1回開催するプレミアム名人戦えー こちらは彰子さんの独断と偏見で選んだ名人同士の方に1対1で大喜利バトルをしてもらうというものですね、うんまあ、もちろん「我こそは?」という名人以外の方からの挑戦もお待ちしていますよ、うん、さあ今日の名人戦で戦うのはえー、今日はですねまず告知してなかったにもかかわらず <laughs>、はい、南野しんちゃんさんは。 えー、このネタで、えー、この名人戦を、えー、戦いたいというもう自分からう<わ>ほもう自信作ということで来てますので、はい、まず一、えー、人は南の,、えー、南のしんちゃんさんね。はい、であとの方々はいらっしゃらなかったので僕の方で、えー、勝手に選んだ名人で、はいえー、やってみたいと思います。 思います、えー、愛知県の綱渡り哲也さんの作品と、えー、南のしんちゃんさんの作品でどちらが勝ちかをやってみたいと思います、はい、はい。それではまず自らこのネタで勝負しますと挑んできました、うん、南のしんちゃんさんの作品です夏休みの自由研究何やろう宿題をやってないと言っ 瞬間のの先生顔絵もうだねねそうですやってないってえなんですかっていう本こはやってないんじゃなくて今やろうと思ったっていうねそうですねはいなるほどこれが南野しんちゃんさんの挑戦ネタでしたでは私が勝手に選びました綱渡哲也さんの名人戦の作品です 夏休みの自由研究何やろう担任の女性教師の裏の顔調査 <laughs> <laughs> 先生もね先生どうしネタでちょっと見つけてみましたけれども <laughs> そうねこれどっちも <laughs> うーん確信班もいいけどまあ a、えー、今回は綱渡り徹也さんの勝ちですおー 南のしんちゃんさん自分から言ってきてもらって本当にありがとうございます、えー、本当にそして勝手に綱渡哲也さん、えー、これを決めてしまいましたけども、えー、でも僕はこっちの方が同じあの教師ネタではねうん、うん、よかったかなでもう一つ言うと、はいえー、この綱渡哲也さんの作品をついでにご紹介しておきます夏休みの自由研究何やろうカカブトムシが食べ残したスイカを パパがこっそり食べている回数 <laughs> カブトムシが食べたもう白くなったスイカを夜中こっそりあの虫かごから <laughs> 食べてるパパかわいそうです、はい、<ー>じゃこれネタに「えー、松」差し上げておきますはいということで、はい、プレミアム名人戦でございましたはい、まあ、つ毎月ね一回開催していきますので是非、うん、もう名人じゃない方もんあ,あ はい、ぜひちょっと名人 1> 戦1、ね、対1のタ、ね、イマン対決にネタをぶつけてください。ねはい、楽しみししみていますプレミアム戦でしたさてここで来週のお題をご紹介いたしましょう。はい、はい、来週のお題はこちらです。 ふるさと納税で体験型や旅行に関する返礼品が増えております。10月からのルール改正でこの傾向はさらに強まる見通しです。そこであなたなりのふるさと納税の返礼品を考えてみてください。まず水木さんがあなたなりのふるさと納税の返礼品はと言いますので返礼品を教えてくださいというのがお題です。はい。例えばこんな感じです。 あなたなりのふるさと納税の返礼品は国会で眠る議員を起こせる権利うんこれやってみたいよねそうですねあ<ー>あの後ろから後ろからパッパッいや俺別にパオーン叩けなんて言ってないけど <laughs> あの起こす権利だからこうゆさゆさってやるんじゃない水木さん今すごい顔しながら手右手で後ろから平手でパコッパッっつってましたよ そうねいやだってでもまあそのやっぱうやっぱりね傷<ー>害罪とかになる国会の先生なんかひょっとしたらね力持ってたりすると <laughs> それだけでええー、いや昼んじゃいけませんあなるほど強い水木さん <laughs> 僕が長いものに巻かれるのうな体制になっておりました <laughs> はい、えー、こんな感じでね、はい、ふるさと納税の返礼品を一つ考えてみてください はいお一人いくつでも送っていただけますメールファックス金サイトのツイッターインスタグラムでお待ちしていますメールは「金」「トマ r ク rkbr.jp」ファックスは092844-8844です SNS の場合は漢字で「金」「カタカナで「サイト」と検索してお送りくださいねたくさんの投稿お待ちしていますくと歩く25分 この番組はリサーチなし打ち合わせなし台本なしインタビューなしグルメリポートなし編集なし反省会なし予算なし八つのなしでお送りしています私と勝木かなディレクターの世間話を聞きながら一緒に散歩している気分になりませんか福岡の地名が出てきますよ